おはたこはどうも、メリエです。それでは続きをやっていきましょう。まあ、前回ね、灼眼炎窟のボスを倒して、まあ、重力を操作できるインバートをゲットしまして、どんどんね、生きる範囲がまた広がったんじゃないかなと。今までちょっと高すぎて、場所が高すぎて届かなかったような場所が届くように行けるようになったので、まあ、いろんなところね、また探索したいんですけど、今回はね、とりあえず、この灼眼炎窟のボスを倒した後のエリア、この奥のエリアを探索していきたいと思います。それでは早速ね、やっていきましょう。よし。まずは、倒して、もうここ早速インバートの出番じゃない？ちょっとシャードは OK。下上バツ。OK! インバート。これ怖いな。ちょっと合ってんだよね、場所。大丈夫？こっちちょっと行こうか。先にインバート。よしよしよし、こっちだよね。なんか分かんなくなるんだよな上下反転するから。とりあえず宝箱500ゴールド。お、何もない。よし、じゃあまたインバートして上かな。インバート。オッケー。お、逆になってる。逆になったままなんだね、エリア移動しても。ドラゴンクレイジー。よしよし。これもインバートでいけるか。これディフレクションレイかな。あ、いや、いけそうだな。インバートスライディング。お、いけた。お、いいね。なんか目がクルクルするけど、何？ローエングリン、なんか強そうなやつに入れた。今骨ばみとお城を使ってまして、新しいのはこいつか。ローエングリン、聖なる炎で鍛えられた騎士の体験、絶対強いね。これはちょっと使おう。そしてお気に入りにも入れとこう。うわ、かっこいい。いいね。インバート。でも炎効かないんだよな、ここら辺の敵に対してまあいっか。おわっと、よし。まあなんか壊れる壁があるかもしれないから、壁チェックしながら行きましょう。インバート。お、またいる。オッケー。お、アラドバル、またゲッチュ。インバート。目が回るねこれちょっと今回は酔わないように注意かもしれないよし、行こう。痛い。ドラゴンクレイジー。あの虫が結構強いんだよな、こいつ。攻撃力が高い。おーと、たくさんいる。当たんねえし。ドラゴン、ナイス。よしよし、壊れる壁はないのか。よし、じゃあどんどん行っちゃいましょう、奥に。なんかまた怪しいね。お、あった。お、道がある。ん？宝箱？これ、敵じゃないよね。スフレオムレツこんな火山の中に、スフレオムレツめっちゃ美味しそうなやつ来たじゃん。使いましょうか。インバート。これは壊れる壁ありそうじゃない？なんか。ないかな？途中に。ないか。怖いな、これ。ちょっと溶岩がさ、やっぱ逆流してる感じが怖え。お、通路来た。インバート行こう。これ繋がるんじゃないかな、やっぱ近畿地下水道のところに。あ、繋がった。繋がったよねこれ。あ、繋がったね。おお、繋がった、繋がった、完全に繋がった。 OK。 とりあえずこれで目的のね、灼眼炎窟の奥からこの近畿地下水道のこう行ってないエリアっていうところがつながっていけるようになったので、とりあえずね、ミッションというか行きたかったところはクリアって感じなんですけど、あとはどこに行くんだろうな。まあここら辺かな、やっぱ教会のこの上ら辺、ここら辺かな、ここら辺とかかな。ま、他にもなんかこのインバートで行けるところ多分増えてるとは思うんだけど、ちょっとね、どこだったか覚えてないので、
まあ、とりあえずやっぱ目星がついてるというか、とりあえず行けるようになってる、ここら辺かな、教会の上ら辺に、まだ聖堂か、教会聖堂の上ら辺に行ってみましょうか。とりあえずここら辺にね、ここにワープしていきましょう。ここにね、ここにワープしていきましょう。このための転送石。ああ、帰ってきた。なんか、そろそろ、残月さんからまた次の敵の情報とか出てないかな。どう？来てる？買い取るもの。来てないか。どれを買ってくれる。まあ、とりあえずやっぱり、聖堂教会の上に行くしかなさそうだね。じゃあ、ワープしていきましょう。あ、そういえば、なんかこういう場所のインバート使ったらどうなるんだろう。ああ、勝手に戻るんだ。へえ、よし。じゃあディアンケヒト大聖堂か、大聖堂に行って、そうだね、ちょっとインバート使ってみましょう。よし、例えば髪型増えてるかな、ちょっと行ってみよう。どうすか、どんな髪型にしますか、お嬢さん。トットさん、ヘアカタログ増えてるかな。帽子で何も見えねえ。あー、なんかあんま増えてないか、まだ。まあ、とりあえず現状このままで行きましょうか。じゃあ今日のハサ、他にも髪型がね、まだまだあるはずなんだけど、どこに隠れてんだろうな。そうだね、とりあえず、まあ、こっちも行けるけど、まあ、こっちかな、普通に。左側かな。デーモン邪魔じゃ。我が呼びかけに応じよ。ニャボン。ニャボンって名前だったっけ、こいつ。よし。まあ、ここでしょう。おお、ちょっとテンション上がるね。インバート使おう。インバート。おお、やべ、一気に上まで来た。ちょっとわけわかんないけど今。もういいんだよね、こっちで。怖っ。あ、なんか行ってない場所あんな。いや、こっちでいいのか。もうちょっと下。お、行けるね。ちょっと一回戻して、宝箱この上か。うわ、すげえ、なんかマジで目が回る。あ、いけないな、この上。線壁があるね。壁というか天井というか床というか。いけないな、どうやって行くんだこれ。あー、こっち側か。ここだな。こっちからインバートだな。インバート。いや、マジで目が回るね、これ。大丈夫かな、これ。あ、壊れた。あれ？でも壊れなかった、ここ。行ってみよう。おお。マックス HP アップ。こっちはいけない。終わった、だだだだ。インバート。インバート。MP マックスアップもありつつ、これはなんだろう。あ、シルバーナイトの強化か。こっちでもないのか。インバート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 。ここに行きたいんだけどね。ここ。ただ、ここの入り口に行きたいんだけど、ここにちょうどなんか天井みたいのがあって、現状行けないと。あれ、壊せんのかな？まぁ、ちょっと試してみるか。そして、あとはもう、こっちのなんか、正面玄関みたいなところ。ここかな？ここからこう吹き抜けで、インバートでグワーって行って、こう繋がる感じかな？あとは。とりあえずじゃあ、そうね。
ここ向きになるから、ここから先に行こうか。お、でもインバートがあるだけで、マジで広がるね。行ける場所が。まあ、マップ制覇率もね、もう 75% だから、結構終盤というか、ちょっと一応壊せるか、チェック。壊せないかな。結構ね、終盤に差し掛かってる感はあるんだけど。お、おー、手に入れてなかったんだ、この人。オキュペテー。オプティマイザー。武器による攻撃速度が速くなる。めちゃくちゃいいじゃん。まあ、MP 消費量ダウンもね、いいんだけど。これもかなり強いんだけど。え、これめちゃくちゃ。ん？レッドダウザー。これ違うな。どっち？こっちか。オプティマイザー。これめちゃくちゃ重要じゃない？使ってみよう。お、速くなってる。これめちゃくちゃ大事だ。おお、入れた。痛い痛い痛い。インバート。なんもないかな。よし、ここだよね。ここは前回上行けなかったんだから。ここでインバートだな。インバート。いや、マジでこれ、めえ、大丈夫これ。あ、いた。結構、目回んないこれ。大丈夫かな。おお、シルバナイト、シルバナイトどんどん強くなっていくね。インバート。壁もね、チェックしながら行きましょう。これ。おお、中に隠されてた。わあ、これ他のベルのところにもあんのかな、気になるな。マジか。入ってんのか、こんな風に。インバート。壊れる壁はなさそうだな。あ、これ大丈夫。マジで目回りそう。いて。インバート。さあ、おこう。お、2000ゴールドでか。これ落ちるかな。たまに落ちる金があるんだよね。あ、でもなんか MP マックスアップ入ったし、さすがに。インバート使っていいですか、これ。インバート使うよ。よし。ちょ、目が回っちゃうんで、一応ね、使うときに、インバート使うよって言おうかな。インバート使うよ。よし。あ、やばいやばい。インバート使うよ。これめ、マジで目回りそうだね。あ、やばいやばい。ごめん。インバート使うよ。ここに行きたかった。あ、なんもなかったわ。インバート使うよ。あ、なんか、自己申告になってたよ。あ、ここあれが、週末、終焉の間？終焉の間の行けなかったところかな。じゃあ、インバート使うよ。インバート使うよ。よし。何？大工の鍵だって。これまたあれか、なんか閉ざされたエリアの鍵か。でもなんか前回なんかオルゴールがたくさんあるエリアで、なんかおまけみたいなね、場所あったんだよね、このセレステの鍵は。え？これ違うな。特殊な部屋に閉じ込められた、封じられた悪魔と戦うための鍵。これは普通にボスがいるパターンの部屋か。でも大工の部屋ってあったっけ？なんか見た覚えないんだけど。どうなんだろう？どこだろう？よし。これで？こっち終焉の間かな？そうだね。まあ、ちょっとじゃあ。インバート使うよ。インバート使うよ。よし。2000ゴールドゲット。
じゃあ一回ちょっと終焉の間行って宝箱取りに行こうかな。まあとりあえず一回終焉の間行って、でここがあの人がいたところでしょ。だからまあやっぱ正面玄関に戻るかなとは。とりあえず一回ちょっと終焉の間行きましょう。久しぶりのね終焉の間。お、ブルドガング、またなんか手に入れたね。何だブルドガングって。剣っぽいけど、今あったね。これか、これか。英雄が使ったとされる守りの宝剣。守り、あーこういう感じ。まあ伏せ使いやすそうだな。よし、とりあえずこんなもんかな。じゃああとは正面玄関でね行ってみましょうか。そういえばここって何の鍵、長者の鍵か。なるほど。そういえば8ビットの悪夢もまだ行ってないね。まああれ最後かな。ちょっとなんか隠しステージっぽいしな。とりあえず置いとこうか、8ビットの悪夢は。よし、正面玄関帰ってきた。ここでインバート使ってちょっと一気にね上まで行っちゃおうか。行くよインバート。怖っ。インバート。壊れた壁はなさそう。もう一回使うよインバート。こうえ。よしよし。あーそうだ、ここトゲがあって、いって結局ここどうやっていくかわかんねえんだよな、このトゲのところ。ちょっと一回、まあ、とりあえずクラフトワークで。わかんねえよなここ。インバート使ったところ、今使ってるけど使うよ。インバート使ってるところで結局このトゲをどうしようもないし、リフレクションレイでもいけないし、ゴリ押しでいくっていうこともなさそうだし、わかんないんだよなやっぱ結局。そっか、結局ここでつまずいちゃうのか。ドラゴニックレイジとかでも壊さないでしょ。壊さないよね。どうすんだろうね。インバートしながらクラフトワークしたところでいけないしな。どうなんだろうねこれ。無理だよなやっぱ。ちょっとディフレクションレイして、どんな感じでいってみるか、やってみるか。HP もったいないけど。いや無理だな。やっぱ戻されるか。結局ここわかんないな。わかんない。結局ここのトゲをいける方法がわかんないし。ってなると、ここのね、さっき言った、ここの上のエリアにも行けない、ここのね、上のエリアにも行けないわけで。どうしよっかな。結構行き詰まっちゃったな、また。どっか行ってない場所あったかな。大工の鍵で、大工の部屋に封じ込めた悪魔を戦った手に入れたシャードでなんとかなりそうな気配もちょっとあるけど、どうだろうな。ただ大工の部屋っていうのが、なんか見当もつかないというか、現状なんか見た記憶がないんだけど、あったかな。あー待って、
いやまあここのなんか微妙にここの空いてる、ここら辺の空いてるところもそうなんだけど、なんかあるな。ここここなんだっけ、ここなんだ、こここれ列車のところだよね。ここ列車のところね、こんな下のところあったっけ。これ行ってみる価値ありますぜってやつ、ここかな。とりあえず一回ちょっとここのなんか空いてる変なところをインバート、まだか多分ここあの塔、二つの頭のデューと戦ったところのなんか上のなんか隙間だろうけど、ここちょっと見た後にここかな、やっぱここしかないかな現状。まああるかもしんないけどちょっとわかんないから、とりあえずそこかな、行ってみましょうか。ここに、よし行こう。こういう時の転送石、よし、総流の塔、インバート使おう。インバート、あ怖え、あトゲある、これちょっとインバート使おう。インバート、アイギスの胸当て、なんだこれ、はっ早速あったこれか、ギミックによりダメージを無効にする胸当て、最強レベルじゃんこんな。あ、防御力はフレームエールとかの上なんだけど、これじゃん、ここにあったのか、正解だったなじゃあ反対側もちょっと行ってみようか。あ、とりあえずこれで解決だね一応。なるほどね、これだったか。こんなところにあるんだ、まあ、本当にあると思わなかった。よし、インバート、インバート、こっちには何もないんだ、へえ。じゃあちょっとね、ここも気になるから、せっかくだからちょっとここも寄ってみこ、寄っていこうか。ここね、インバート、うーん、この下行けないな、壊れないもんな。この下謎だな、あるよね下、ああないんだなんかここ欠けてただけか、まあ、ギミック無効のやつ手に入れたので、ここニードルのねところなんだけど、なんかここら辺に部屋なかったっけ。でもあれなんか覇者の部屋みたいなやつだったっけ、大工じゃなかった気がするけど、ちょっとそこもちょっと見てみようかな、確認してみよう。あ、てかここも取れなかった宝箱のところじゃん、使おうか。インバート、インバート使うよ。黒帯、これはなんか素手の威力がアップとかそういうやつだったりするの。あった、攻撃速度か、これめちゃくちゃ大事じゃないこういうのって、強いよね。ちょっとつけてみようか。黒帯、あ速くなってる気がする、あ速くなってるね、変わってる。お、マックス MP アップ、じゃあインバート、インバート、ここここ猛者の鍵か。大工の部屋ってどこだろうな。なんか、見た記憶がないんだけど。あったのかな、どっか。まあ、ちょっとチェックつけとこうか、忘れないように。青い印を。じゃあ、一回戻って、正面入り口ね、行きましょう。